カルラスプッチダモンイカザマ城は、スペインジローナ県出身の政治家、ジャーナリスト、カタルーニャ民主集中を経て、カタルーニャヨーロッパ民主党所属。2006年からカタルーニャ州議会議員を務めており、2007年から2016年までジローナ県の県都である、ジローナ市議会議員を、2011年から2016年までジローナ市長を、 2016年から2017年まで、カタルーニャ州首相を務めた。1962年12月29日、ジローナ県アメールに生まれ、アメールの初等学校、中等学校に通った。16歳の時にはサッカーをプレーする傍ら、すでにジローナ県の地元市である、ロスシティオス神などに登場を行っていた。1979年に、FC バルセロナが、 UEFA カップウィナーズカップ1978から79を制した試合を目の当たりにし、その時の体験からカタルーニャのために働こうと決意したという。自老な大学でカタルーニャ語学を学んだが、ジャーナリスト活動に専念するために大学を卒業しなかった。1981年にはアルプン紙で働き始め、プラセンシア市でも働いた。 1992年のバルセロナオリンピック期間中にはガルソン作戦で結出した働きを見せた。カタルーニャジャーナリスト協会のメンバーであり、コット・ケイカタルニアビスタパーラプリームザインテルナシオナルやコミュニケーションや新技術に関する随筆など何冊かの著作がある。1990年代にはヨーロッパをめぐり新情報技術を適用させる仕事を開始した。 カタルーニャ州政府に委託され、1999年には、アジェンシアカタラナでのティシエス社を設立し、2002年までこの機関を率いた。2002年から、ジローナ県議会のカルラスパラモ議長によって、カザダ・クルトラがジローナの責任者に押されて2004年まで、責任者を務めた。2004年には、カタロニア・トゥデイ氏の最高経営責任者として、ジャーナリズムの世界に戻った。 2006年には、ジャーナリズムの世界を離れ、カタルーニャ衆議会議員としての政治会の活動に、専念するようになった。2015年のプッチダモン1975年に、フランコ体制が終わって民主化の時代を迎えると、1980年には、カタルーニャの独立を目標に、政治活動に参画し始め、この年には初めて行われたカタルーニャ民主集中の、 ジョルディップジョルのミーティングに出席した。その後には、カタルーニャ民族主義青年団、ジローナ県支部の創設メンバーとなっている。2006年には CDC を内包する、政党連合集中と統一の一員として、ジローナ県選挙区からカタルーニャ州議会選挙に出馬して当選し、カタルーニャ州議会議員となった。ジローナ市長2007年には、 自郎な市議会議員選挙に茶の筆頭候補として出馬したが、茶は市長の座を得られなかった。2011年5月の自郎な市議会議員選挙には、やはり茶の筆頭候補として出馬し、7月1日には、カタルーニャ社会党のアンナ・パガンズの後を継いで、自郎な市長に就任。初選挙の1979年から32年間は、PSC が、 自老な姿勢に君臨し続けており、民主化後初めて PSC 以外の姿勢が誕生した。保健委員会で演説した後の7月15日には、その部門を縮小することに抗議する200人の集団に攻撃された。2015年7月には、ジュゼップ・マリア・ビラダ・バダルノザを引き継いで、独立のための自治体協会の会長に就任した。カタルーニャ州首相。 茶を構成する CDC とカタルーニャ民主連合の不和が原因で2015年6月には政党連合茶が解散 CDC はカタルーニャ独立賛成派のカタルーニャ共和主義左翼らと共に選挙連合ジュンツパル氏を結成して9月の2015年カタルーニャ自治衆議会選挙に臨んだプッチダモンはジローナ県選挙区の候補者リスト第3位で出馬し 2006年、2010年、2012年に続く4選を果たした。62議席を獲得したジュンツパル氏は、この衆議会選挙で第一党となったが、過半数の68議席獲得には至らなかった。ジュンツパル氏の首相候補は、現職のアルトゥールマスだったが、ジュンツパル氏は同じく独立賛成派の人民統一候補と、州首相をめぐって対立し、3ヶ月以上も、 衆議会で州首相が指名されない混乱状態が続いた。一時は再選挙の降参が高まったとされたが、再選挙を行わずに首相指名ができる期限が目前に迫った2016年1月9日、マスは順通パル氏の首相候補にプッチダモンを提案することを発表した。1月10日の衆議会で行われた首相指名投票では賛成70票。 反対63秒、危険2票で賛成が過半数に達したため、プッチダモンが第130代カタルーニャ州首相に選出された。首相指名前の演説では、独立国家建国の過程を推し進めることを語り、18ヶ月でカタルーニャ共和国を建国する見通しを示した。カタルーニャが独立した暁には、独自の憲法制定、中央銀行の創設、 調整機能の拡充、安全保障と防衛メカニズムの整備を進めるとしている。首相に就任した経緯から、偶発的な首相と呼ばれ、また批判的な勢力からは、たまたま首相の座が転がり込んできた田舎町の市長と、揶揄する声もあった。2017年カタルーニャ独立住民投票2017年6月9日、プッチダモンは、独立を問う。 住民投票を10月1日に実施すると発表し、賛成多数となった場合は48時間以内に独立を宣言すると発表した。この投票をめぐる混乱は1975年の民主化以来、スペイン最大の騒乱となった。中央政府は徹底して、住民投票の阻止に動き、10月1日の投票当日は、自らもヘリコプターによる追跡をかいくぐってんとか、 投票を済ませるなど、住民投票は困難を極めたが、予定通り実施された。その結果反対派が拒険したこともあり、投票率は4割にとどまったが賛成が9割を超えたことから独立の資格を得たと宣言。同国憲法155条に基づく自治権停止をちらつかせる中央政府との対立が深まった。十月十日の衆議会本会議で、プッチダモンは、 カタルーニャ独立宣言に署名したものの即時凍結し、中央政府との対話も呼びかけた。しかし、両者の溝は埋まらず、独立宣言は10月27日に、衆議会にて賛成多数で承認された。これを受け10月28日、中央政府は、プッチダモンを、州首相から解任した。州首相解任後のベルギー脱出プッチダモンは、中央政府より、 国家反逆罪や先導罪などで起訴され、同時に解任された州政府幹部らと共にベルギーに脱出した者の亡命は否定し、中央政府による首相解任も受け入れないと表明。一方で12月21日に行われる衆議会選挙の結果は受け入れるとも表明した。プッチダモンは先導罪、判断罪といった容疑に問われ、 スペイン高等裁判所は11月2日までに出頭し証言するよう命じた。しかしこれらは殺人やテロリストに適用される刑罰であり不当に重く政治的な裁判が用意されているとしてプッチダモンは応じず滞在先のベルギーよりビデオで証言したいと弁護士を通じて発表した。裁判所判事はこの要求を却下し裁判所は11月3日に先導罪。 反乱罪、抗菌流用罪、食権乱用罪、そして法廷侮辱罪といった容疑で国際逮捕状を発行。11月5日、プッチダモンはベルギー警察当局に出頭し、身柄を拘束された。プッチダモンを含む全閣僚らはベルギー検察庁による取り調べの後、ベルギー内務省はスペイン交際の欧州逮捕状が、 適用可能かどうか決定を行うまでプッチダモンらは、ベルギーに滞在するすることを決定し、6日未明にプッチダモンを含む全員が釈放された。スペイン国外、滞在状態での活動プッチダモンの置かれている状況は事実上の亡命状態ではあるが、EU 加盟国内での政治犯亡命が認められていないことから、あくまでもベルギー国政府及び口実するドイツ国政府は、 滞在、スペイン国政府は脱出、または逃亡状態であるとみなしている。プッチダモンは EE キャットなどの通信システムを利用し、カタルーニャ州内の独立派勢力へ関与を行ったり、SNS や YouTube などを活用して、スペイン政府による政治眼圧を広く訴えている。ベルギーへ脱出して、以降のプッチダモンの活動について以下にまとめる。 2017年カタルーニャ自治衆議会選挙2017年12月21日に、スペイン中央政府主導で行われる2017年、カタルーニャ自治衆議会選挙に向けて、同年11月13日に、カタルーニャ欧州民主党を中心として、ジュンツパルカタルーニャの決闘を宣言。これまで、ジュンツパル氏に参加していた独立諸派による共闘を、目指すとしている。 事前の世論調査では、ジャックスキャットと、ジャックスキャットに参加しなかった、独立派である、人民統一候補とカタルーニャ共和主義左翼を合わせた、得票率がおおむね半数前後であると予想された。12月21日の投開票では独立派が、過半数を占める勢いを見せたことを受け、カタルーニャ共和国が王国を破ったと勝利宣言を行い、 カタルーニャの自治権を回復するよう要求した。2018年1月30日に、プッチダモンを州政府首相として信任する投票が行われる予定であったが、憲法裁判所による差し止めを受け、信任投票は延期となった。2018年3月1日に、州首相再当番を断念すると表明。反乱容疑での最高速と、 釈放2018年3月23日、スペイン検察庁がプッチダモンを含む独立派5人の欧州逮捕状を請求し、フィンランドに滞在していたプッチダモンはベルギーに向けて出国。25日にプッチダモンはデンマークからドイツに入国した際に身柄を拘束された。スペイン検察庁による欧州逮捕状に基づく現地当局による身柄拘束はベルギー。 国内滞在中に発生したものを含めて2度目である。2度目の欧州逮捕状請求及びプッチダモンの身柄拘束を受けてベルギーに滞在していた今回の外遊に随伴しなかった他の元カタリーニャ修正不覚領らはベルギー司法当局へ出頭した。ドイツ警察当局は欧州逮捕状に基づいて反乱容疑及び抗金横領の容疑でプッチダモンを拘束した。 シュレースビヒホルシュタイン州の地方上級裁判所に起訴した。裁判所は起訴容疑のうち反乱容疑に関してはドイツの国内法に照らし不起訴相当と判断し、スペイン司法当局より要求されていたスペインへの強制送還を拒否し、4月6日にプッチナモンを釈放した。裁判所は公金横領の容疑に関してはさらなる審議が 必要と判断し、逮捕上の効力は有効であると認めたものの、逮捕執行を一時保留し、裁判所に出頭するために、ドイツ国内に滞在するように命令した。プッチナモンは釈放後、ベルリンにて、ヨーロッパに政治犯罪が存在することは恥ずべきことである。民衆の意思決定に基づくヨーロッパの民主主義を信じている。と声明を述べるとともに、 支援団体への感謝を述べた。また同日、ベルギー司法当局は出頭した閣僚らに関して、同様に、不起訴相当と判断し、全員を釈放した。本事案により、プッチダモンは事実上の亡命先をベルギーからドイツへ変更したと言える。2019年欧州議会議員選挙2019年5月23日から26日に、かけて投開票される2019年。 欧州議会議員選挙への出馬を表明。スペイン中央選挙管理委員会は当初、スペインから逃亡中のプッチダモンの立候補を認めない方針だったが、プッチダモンが異議申し立てを行った結果、スペイン最高裁が出馬資格を有していることを確認したため、出馬が可能となった。投票の結果、プッチダモンは当選を果たしたが、 スペイン当局からは逮捕状が出た状態であるため、実際に議員に就任できるかは疑問視されている。ルーマニア人ジャーナリストのマルセラ・トポルと結婚しており、西がいる。ありがとうございます。